まずは宮沢でございます。おー、宮沢、まあ普段からね、うん、ボーイッシュな感じじゃないですか。そうですね。これが男装ってどうなのかっていう感じですけどね。葛西どうですか？さえちゃんの男装大好きなんですよ。え、見たことあんの？何回もあります。もう早く行きましょう。男装エントリーナンバー1、宮沢さえ。もともとボーイッシュな魅力にあふれる宮沢はどんな男性に変身するのか。レッツダンソー。はあ、なんか楽しいことないのかな。あなたみたいに美しい方にため息なんて似合いませんよ。泊まり木のように女性を癒していく。宮沢の男装はホスピタリティあふれるバーテンダーだ。ごめんなさい、なんか暗い空気にさせちゃって。何かお悩みでも？毎日ただなんか同じことの繰り返しで何にも成長できてないなと思って落ち込んでたの。どうぞ。え、私頼んでないんだけど。大丈夫です、俺のおごりです。じゃあ。あ、おいしい。こうやって毎日シェイカー振ってると少しずつおいしくなってくるのがわかるんです。だから大島さんもきっと毎日少しずつ魅力的な女性になってるんだと思いますよ。ありがとう。覚えてませんか、そのカクテル。大島さんが初めてうちの店に来た時に最初に飲んだやつですよ。え、その頃に比べてずっと魅力的になってますよ。